しろちゃんいらっしゃい、こんにちは。やっよいしょ、ツイートします。やっほー、元気。今日もソロランしましょう。はい、こんにちは。あ、メイドさんなのに、メイドさんです。あ、エペソロランやろうかなって、まあずっと喋っててもいいんだけどね、今日6時までだから、まあ、ずっと雑談もまあありっちゃありかなと思うんだけど、どうしよっかなみたいな。ちょっともうパンティア取ったり してたんだよね。あ、ゆずぼいらっしゃい、こんにちは。こんにちは、こんにちは。あ、たけちょぼいらっしゃい、こんにちは。びっくりしたよ、あれ。マジで。もうさ、あれ、おかんとさ、教養の服なんだけど、二人もさ、どっちも着てる服なんだけど、普通に夕飯の時にさ、リビングじゃない、あの、キッチン降りてって、見てこれって言ったら、ん破れたって言われて、破れちゃった配信でっつって。配信で破れたわけじゃないよね。なんか、破れちゃったわっつって。4000キロがさ、ああいうことあると霞むよね、本当に。あ、マグロさん、ヤクロビーツありがとうございます。告白好き。よいしょ。ちょっと今、つけました、これ。これない方が可愛いんだけどね、メイドさんって。好き、ありがとうございます。ちょっと待って、カメラの位置があれやね。どうしたらいいんだろう。こう？あ、こうか。そう、今日 G1 なの知ってる。絶対やります、絶対配信しようと思った。123、はい、マグロさん、100ルビッツありがとうございます。 Thank you。 大志、旧大志、お気になれ。あたきゅ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 と強制だ。今日はおかんに誘われてランチを食べに行ってました。その後お家に帰ってきてお昼寝してファンティアを取りました。マグロさんありがとう。 Thank you。 さんはちっちょあよー。たけちもありがとう、ヤクルビッツ。 Thank you。 123、はい、たけちー、ヤクルビッツありがとうございます。 Thank you。 今日は連休なのかな。大至急大昇級 G1 大きく当たりますように。最近なんかみんな当たったよって話、ぽっちゃんしか聞かないのでね、当たったらいいなと思います。 G1 頑張ってください。どうやって待ってね。 Thank you so much。やっほー、ひーくんいらっしゃい。ひーくん元気そう。ひーくん元気そう、大丈夫そう。ひーくんね、あのね、最近コンカフェ行ってんのかな。ひーくん最近結構ちょいちょいコンカフェの、あの11月もバースデーとまた別日に1日あの1日店長のお仕事増えました。お前働きすぎじゃない、ルビタン。大丈夫かな、働きすぎじゃないかな。まあまあちょっといろいろね、気づくこともありまして、ちょっと生活のためにね、ちょっと配信外増えます。はい、というわけで、あの来たお仕事は断りません、出ます、よろしくお願いします。そういうことなんですよ。11月の21かな、私のバースデーが13日なんだけど、13日が日曜で、その週の次の土曜日にまた一日店長が決まっております。あと10月21日競馬何番、そういうのは私わからないけど、じゃあ3番。なになに、エペでいいよ、エペでいいよ。はい、ケンティさんいらっしゃい、こんにちは。お帰りなさいませ、ご主人様。でね、するお仕事増えまして、お帰りなさいませ、ご主人様。どうもどうも。あれ、なんかさっきさ、あれレモンケーキ部屋に持ってきたと思うんだけどさ、どこレモンケーキ。じゃ配信前にたなんか配信最初喋ってる時食べようと思って、ちょっと元気です、いいお返事。ポスシャコさん、ルビー、はーい、かわいくね。あれ、あれ
杯入ってないんかい、2杯入ってないんかい。誰かには誰も食べないよ、あのこういう食べ物はね、私しか食べない。家3人しかいないしね、おじいちゃんと母親と私しかいないから。3番来たら知恵マイナス役所。なんでだよ、なんでだよ。マグロさんの好きっていう気持ちは3番が来たらなくなっちゃうの？悲しいな、泣いちゃった、悲しい。好きって言ってくれた気持ち、競馬が3番が来たらなくなっちゃうなんて。買ってないからね、しょうがないよね。これ今日ね買ってきた伊勢丹の、あの伊勢丹だっけ、食料品売り場で買ってきました。今日なんか母親がね、あのまあ、ちょっと用足しがあるからルンちゃんも一緒に行くって言われて、あじゃあルンちゃんも一緒に行こうかなって言って、ルンちゃんも一緒に行ってきたわけで、まあランチでも食べるかと。だからもう朝8時半起き、早い、8時半起き。で8時半に起きてさ、で9時に布団出てさ、9時半出発よやばーと思って、で、まあ、用足し終わってお寿司食べてお洋服とか見て、1時には帰ってきて、だから1時頃帰ってきてて、で配信、あ友達から今日暇ってきて、夜暇ってきて、まあ、暇かどうかは予定によるなと思って、じゃあ仮に暇だったらどうするのみたいな、予定によるって言ったら、うん、飯ってきて、飯ってきたから、あーみたいな、あ絞るよ、絞ることもあるし絞らないこともある、どっちでもいい、人にやられるより自分でやりたい派でさ、それでさ、なんか飯って言われてさ、あーと思って。でも私先週ね断ってんのよ、その友達の誘いは。私は11月までの半ば、誕生日が終わるまで忙しいから放っておいてほしいみたいな、放っておいてほしいまで言ってないけど、まあ、結構無理みたいな感じで言ったのね。でもなんかどこでも連れてくし遊びに行こうみたいなこと言ってたやつがそいつなんだけど、うわ追い打ちかけてくんなよと心の中で思ってて、でうーんと、いやーご飯かみたいな、まあ、じゃあご飯は行こうかなと思って、外食あんましないしと思って、あご飯行くわって言ったので、それで私その送って、なんかご飯ならどこみたいな感じでって、なんかどこかどこみたいな感じで送られてきたのに、すぐあやべ今月の時期まだ取ってないし、これ今日売り始めて7日の飛行機で沖縄に行くから456で早めに発送、買ってくれる人がいたらそこでまでに絶対発送したいから、あこれあれだわと思って、私今日ファンティア取ってチェキ書いて発送できるようにしとかなきゃと思って、ごめんやっぱ無理やっぱ今日終わらせなきゃいけない仕事あるから無理だわって言って断り、家に帰ってきて、30分だけ昼寝して起きて化粧直して髪やってファンティアのチェキ取って急いで着替えて今に至ります。どうもこんにちは皆さん、いやバタバタ慌ただしい日を送っておりますよ、日曜日だっつーのに。私は曜日関係ないからね、どちらかといえば土日が忙しい人だからね、もともとね。曜日はまあまあ、でもねあれだよ、世間でこう決まった時間にさお勤め行ってさ、会社で働いてる人とかもう毎日決まった時間にこうやらなきゃいけないこととか決まった仕事があってさ、そういう人の方が忙しいんだよ。私はなんかもう甘え、自分に甘えたらいつでも仕事をしなくてよくなるからさ、その分収入は減るけど、サボったらサボった分だけ自分の収入が減るし、これから入ってくる仕事も減るんだけど、でもやりたくない、心が疲れちゃったって思ったら逃げることはめちゃくちゃできるから、それをそれとたとの戦いって感じいただきます。うん、レモンケーキってほんと美味しいよね、美味しい。レモンケーキ大好き。うん。レモン美味しいよね。私もそのまま食べれる。酸っぱい感覚があれなの。いや。頑張ってるわけじゃん。もう最低限生きていくためには、自分のやりたいことで最低限生きていく。お金を増やすっていうのは大変なことだね、みんなね
まあ、やりたいことでね。まあまあ、まあでもよくよくはね。This is lemon cake。いやでもみんなの方が偉いと思うよ。本当に。みんなのこと全然知らないけど、むくちゃんいらっしゃい、こんにちは。うん、デリシャス。いや、テイストグッド。偉いよ、みんなだって。日曜日なのに、もう起きてね、うん、大きい声も出してね、こんにちはして、ゴミとか出して、うん、偉い。あ、はい、スカート、新しいスカート欲しいです。よろしくお願いします。こんにちは。まさかね、あれ結構えげつない音入ってるよね、切り抜けの最初に。バチッみたいな音がして、私がスカート破れたみたいな感じになって、まさかね、エイペックスレジェンズ4000キロよりそっちの方がもう盛り上がってたわ。くじ置け早い。うん、ナイスナイス。そう、びっくりしちゃった、まさかスカートが。だいたい私配信の時さ、あのこういう感じなんだよ、足だいたいね、だいたいこういう感じなの。だからそれを普段のノリでやろうとしたらスカートを避けた足癖が悪い。うん、桜ね、ナイスナイス。うん、桜めっちゃ綺麗だよ。桜 is very very beautiful。 いや、どこが綺麗かな。上野も綺麗だし、目黒がらへんも綺麗だよね。うん、で私たち運命かもしれないね。うん、桜フェスティバル。うん、サウンズグッド。ウェア、どこなんだろう。桜祭り、酒ね、ナイス酒。酒 is number one。 酒 is number one。 うまっ。みんなの方が偉いよ。花丸100点よ、頑張っとる。花丸100点、はいどうぞ、はいどうぞ、あげます、名前を100点あげます。よ、頑張っとるよ。世の中にはさ、こういう私みたいにさ、あの本当に昼間に働くことが嫌で、やった上で、あ、これはもうできないんだって思ってる人もいるからね、本当に。あ、まあだ、まあ、できなくはないんだろうな、別に。あのまま、ちゃんと社員に入った時の契約の通りしてくれれば、別に私、歯医者で働いてたと思うけどな、今でも。別に、なんかストレスはたまるけど、なんかまたなんか言ってるわみたいな感じになってただろうから、まあ、別に。ただその時に契約と違くて、なんじゃこりゃみたいな感じになって、お前やめたろわみたいな感じになって、やめて宮古島行っちゃったから、ちょっとあれなんだけど。なんか頭きすぎて、なんか言ったんよな、この給料でこの仕事でこの人間関係で院長働けっていうならマジで頭おかしくないですかみたいなことを言ったような面談で。契約変えてくれるみたいなこと言ってたけど、いやだから、そんなこと言ったって、だってそんなこっちが言わなきゃそうやって働かせようとしてたんだろうみたいな感じで、私がなんかすごい怒ったんよな、確か。うん、 Thank you so much。 ちょっとひどかったね、あのちょっとひどかった。まあ、なんかドクターが一人辞めたタイミングだったし、ドクターが減るとさ、結局はさ、患者さんの数をさ減らさなきゃいけなくなっちゃうわけじゃん。ってなったら、お金が出せないんだよね。で、なんかそういうので、なんかのらりくらりさ、なんか因縁、なんかこう難癖つけられて、院長の奥さんに、いやまだできないみたいな感じで、
おいおい社員になれると思ってっからこんなバカ安い給料で半年働いたんだろうみたいな感じで言ったさあその半年の間にじゃあ私今までの仕事をしたらいくら稼げたと思ってんだよみたいなことを言ったね確かね、うん、正直に話したこれからもこんな生活続くと思うともっとバカバカしくできないわ何に何癖つけられるか分かんないからそんな感じで嫌だよみたいな感じになって やめたやめちゃったもう好きなことやろうと思って私の人生歯医者で終わっていいのかって思ったよやりたいことがあったから当時はでもそうやった先でまたこうやってやりたいことってなんか見つかるからまあいろいろやっといてよかったなって思うけど立山さんグッモーニングハワイトデイラブラブ今日お花がついてる自分でつけたルビータンかわいい Thank you Thank you so much 今日はApex Legends をやりますいいじゃんこの髪の長さ結構子供っぽく見えるのがねうんなんか世の中には結構2パターンあると思ってて本当にやりたいことをやってそれをこうお金にしてったり仕事を増やせていけることが楽しくて本当に人前に出てるのが向いてる人とやっぱりそれは趣味の延長線でそれぐらいでとどめておきたいっていう人の2パターンがいると思う本当に何だろう私はなんか割とこれだけで自分のそのルビータンっていう自分だけで生活していけるようにってこうあれだけどなんて言うんだろうなこう辛いさ週に5日働くって辛いところから1週に1度とか週に1ヶ月に1回とかそういう活動をしてあーこれも楽しいなんか趣味の延長みたいな感じの人もいて。なんかその楽しくて好きなことを仕事にしたら一生楽しいのかって言われたらそうじゃないパターンの人もやっぱりいる、うん、もういや辛いとかやっほーやったートニちゃんグッモーニーそうそうそうだ私はなんかルビタンでいる時が一番楽しい夢追い人ですよ何やってったらいいのかも分かんなくなるよたまに私が目指すところって何なんだろうみたいな人の笑顔を増やすことおはようルビちゃんですやっほーでも私はなんか仕事しててもなんか直接人と話す仕事が好きなんだろうね多分あの歯科助手とかもさ患者さんにはめちゃくちゃ優しくするわけじゃん私なんかすごく向いてるんだなって思ったこんにちはってどうなさいましたかっていうの私は本当にあの向いてたと思ってるリラックスしてくださいね大丈夫ですよ私もこのまま親知らず抜いたんですって言ってあげるお仕事でもドクターと関わる時とかはすごい気張るけどねやっぱりあのメスの渡し方一つとかさあの治療器具の渡し方一つでも結構怒られるからあのちゃんとグッてやれとか言われるからそのやっぱ絶対に落としちゃいけないからさふんわり乗せたりしちゃいけないのねドクターの手になんかこうさタバコ吸い終わってから話そうまあでも元はといえば白衣が着たくて資格なくて働けて土日が休み、まあ、日曜日のお休みの仕事に憧れたんでそれがあって歯医者で働いたんだけどなんかこうさこうやってふんわり渡しちゃいけないのこうこんな感じでこうグイって渡さなきゃいけないこうわって渡さなきゃいけなくてそれがなんかルビタンは力が弱いって1ヶ月ぐらいずっとなんか注意されてたこうやってわってやんなきゃいけなくてえそうなんですかって言ったらうん本当にこうグイってやってあげたら文句やらないからもう押し付けあとなんかライトをさ当てる位置とかさお口とかにでも結構あれよこれ怒られるっていうかそれじゃ患者さん眩しいからってやってやったりしてやってた
あのお名前呼んでくれてさ、椅子まで誘導して、あの横にずっとついてて、お口ゆすいでくださいとか言う役の人ね結構なんかあれも忙しいのよ。なんかぼーっとしてちゃいけなくてさ、まあそりゃそうで、まあ医療なんだかメモとかわーって取ったりとかさ、なんか患者さん辛そうだなって思ったらさ、一回起きますかとか聞いたりしてさ、でも結構でもなんて言うんだろう、子供よりもね、なんかおじさんの方がね、なんか甘えん坊っていうか、すごい不安そうにしてる、すごい なぜかあ、すごい緊張してるなってわかるよ、歯医者おじさん大丈夫かなって思うけど、なんかすごいため息とかついちゃうのよ、もう治療前に親知らず抜きますから、はーとか言って、はーとか言ってか、どうしたんですか、大丈夫ですかって言ったら、なんかいや痛いんでしょ、怖いなみたいな感じでって、ん、大丈夫ですよ、そんな痛かったら言ってくださいねみたいな感じで言ってさ、はーみたいな、なんかもう見るからに落ち込んでるのかみたいな感じになってて、それをなんかこうさなだめてあげるじゃん。でさ、治療始まってさ、歯に麻酔打つじゃん、口の中に。さ、麻酔もなんか痛くってるみたいな感じで言ってるんだけどさ、もうさ治療始まってさ、器具とか入れられてさ、結構工事見たくなってんのにさ、もう爆睡さっきまで悲しそうな顔でため息ついてたじゃねえかよみたいな、おじさんかわいいなってなるあれマジでおもろかった、俺寝てんじゃねえかよって起こしたかったもん。歯医者さんはね、なんかメイドとはまた違う、普段関わらない年齢層で、普段関わらない方々とかが結構幅広く来てくれるからね、すごい楽しいことはいっぱいあった。なんか歯の治療に来てさ、麻酔使う治療に来たのにさ、なんかすごいさ、ヤッホーキャンサーいらっしゃい、こんにちは。歯医者で働いた頃の話してる。なんかあのなんかね、そのこれからね、治療しますって人がね、昼の3時頃に来たんだけど、なんかすいませんって言われて、治療前に何ですかって言ったら、マダムみたいな人、今日お呼ばれがありまして、ワインを一杯だけ飲んできたんですけどって言って、えーってなるおい今から治療だぞみたいな、マジかよと思って、でなんかそしたらなんか、それもドクターに言わなきゃいけないじゃん、酒飲んできたって言ってるんですけどみたいな感じだったら、はぁみたいな感じ、いや今日は治療できないって言ってみたいな感じで言ってさ、すいませんって、お酒飲んでるときは麻酔使いますので、ちょっと治療できないんですよねみたいな感じで、いやほんとちょっとだけだからみたいな、でちょもうちょでもしょうがないじゃんみたいなお呼ばれがあったっていうか、お祝い事がなかったんじゃない、まあ、あの大切なね、そんなさ、じゃあもう詰め込まないでそのまま夜まで飲みやって思うけどな。そうな、そういう人もいたもん。あとなんだろう、総入れ歯の人なんだけど、上下入れ歯の人なんだけど、治療に来て椅子に座って、あ、入れ歯忘れたって言ってきて、いやいやいや、もうあんたギャグじゃないんだからって思うじゃんギャグじゃないんだからさ、でもじゃね、ってなって、取り行かれますみたいな感じだったら、うん、じゃあ取り行ってくるねって言ってさ、したらさ、入れ歯ってさ、別にさ、その人帰ってきたので、私あれこの人手に何も持ってないけどなと思ったらね、わざわざお口に入れてきてくれてさ、でまたそれをさ、私さ、こうやって手で受け取るわけじゃん、あ、じゃあお預かりしますねとか言ってさ、おい、なんて入れてきたんだよなくて分かんなかったんだったらそのままおいでよと思って、持ってくりゃいいじゃん、ケース入れてと思って。アメルもいらっしゃい、こんにちは。口に入れて持ってきてくれた、ちゃんと。そうなんで、さ、入れ歯をね、シャー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 洗って乾かしてドクターに持って行って調整するみたいな。私は全然、幸い手袋があれば人のすぐ外した入れ歯とか全然気にならず手で持てるタイプの人だから全然なんか何とも思わなかったけど、あ、お疲れ、メロン、こんばんは、こんにちは、まだこんばんはじゃないか。でも歯医者で働いた時の話をね、おお、どうした、エペックスレジェンズしてましたよ。まあでもそういう、まあそういう忘れ物はでもよくある話だよね。
とでも虫歯の治療が一生終わらない人とかもいたよ。あのどっかが虫歯になって一個治るとまたどっかの虫歯が出てきてみたいな、そういうこともあった。でもなんか虫歯とかさ予防したかったらさあれがいいよ、あのやっぱり口の中とか歯列歯の並びってマジであの遺伝みたいなのすごいから、あの親に似るからね、自分の親のなんかどの辺が虫歯でどういう口の中してるか見といたら大体なんかあーって ここ気をつけて磨いた方がいいんだなとかわかると思いますよ。皆さん虫歯ないに越したことないから。調子いいね最近エイム、どうしたんだろう、なんかあった？一生懸命ゲームやってるからいいことが起きたんだな。あらららら、やっぱり虫歯に何かいるのかな、自分なりにく、ああるよある、そういうの。カチューシャ可愛い、これね自分でね、なんだっけ、お花自分でつけたパールと可愛いでしょ。そうね、虫歯になりにくい体質の人は歯茎に来やすいから歯槽膿漏とかに気をつけた方がいい。そういうのあるんだよね、2種類さ、歯茎が弱いパターンの人は虫歯になりにくいみたいなのがあって、虫歯になりやすい人はね歯茎はちゃんとしてたりする、結構で、あの歯茎の方の治療の方が生活習慣とかが出やすくて、治療に本当に時間がかかるから生活変えなきゃいけなくなったりするから、歯茎虫歯になりにくい人はね別に気をつけないことがあるかって言われたらそうじゃないんだよね。そう、カチューシャかわいい、ありがとう、感謝感謝、カチューシャ褒められ感謝感謝。どうした今日 M いいぞ、え、あらメルモンサブスクありがとう、ハクイモモエショコラーララブラブとロケちゃうかもしれないほど大好き、あれもー Thank you so much、 おいしいヤミ感謝感謝。先週虫歯に、あ、違う先週歯の定期検診ってきた、虫歯はなくそんなに汚れてないと言われ歯磨き粉もらった。あ、いいねいいね、なんか日頃から磨けてる人はね虫歯なりにくいよ。じゃあ皆さん今日一発目のカリートカリートしますよ。ビビニビーバナユーバナエビバナワノマナゴーゴーゴー、ビビニビーバナユーバナエビバナワノマナゴーゴーゴー、カリートカリータメロナイスカリータタケチナイスカリート、カリカリートカリートカリートカリカリート、メルモン2ヶ月目のサブスクありがとうございます、 Thank you。 ある日メルモンがこの配信に舞い降りてから2ヶ月が経ちました、まあ、サブスクやってくれたからね本当にありがとうございます。毎日のようにお越しいただいて、あの毎日のように配信する回があります、ありがとうございます、どうもありがとう。アキあんたナイスカリートカリートカリートカリカリとカリカリと今月もよろしくお願いします、 Thank you、 頑張ります、今月も早くダイヤ行きますよ。じゃよし、じゃあエイムがいい、顔もいいがエイムもいい、今日はビジュアルが強め、はい OK、競馬ロム了解、競馬頑張って大馬さんたち頑張ってください、よし、すぐランク行くとね痛い目に遭いますので先にカジュアルに行けますよ、よいしょ、
スミンおった、わら。スプリンクススプ、あ、てかうちの枠ね、日曜日ね、競馬の話してる人多いよ。な、日曜日はなんか地語り好きにしていい日みたいなのが あって、ローカルルールでね。ローカルルールで配信に関係ないこと喋ってていいよみたいな日があって、そういえば日曜日は地語り曜日だから、なんか競馬勢が買い目喋ってたりとか、なんかそういうことしたりしてる。今日は凱旋門賞なんだ。そう、おい4水切るか、眩しいぞ。ライフライフナイス。うわ、よし、今日もやっってまいりました。エペックスレジェンズのお時間。まあね、あの勝ち勝利の秘訣はね、元気な声出し。部活と一緒です、エペックスレジェンズは。元気な声出しでね、やっていきましょう。レッツゴー。今日はね、あのキル数稼ぎじゃないんで、慎重な立ち回りでいきますよ。おい、ジャガ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 してないでいいから。はい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 、気分いいね。4000キロ本当に。ここまでの道のりは長かったよ。 PC に変えてからの1年半。おいおい、後折りしぶてえな本当に。この 1ヶ月、1年半か、1年半でね、私は強くなれたんでしょうか。40発で挑みますよ。味方がやられてんのにね、うかうかできませんので。はい、ナイス。あ、ごめん。あ、許すまじ、許すまじ、許すまじ。メイドでーす。武士起こしな。たまねえな。オッケー。河内、河内。どうも、河内です。誰だ。あれ、安ね、いらっしゃい。こんにちは。河内です。かわちかわちです。どうもかわちです。これいらんやろ、ジャンプタワー。まあ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 、必要な時もある。必要な距離な時もある。この100、この140メートルまで。おーい、ホライゾンさんのが早いなんてことある？ギャグやん。歩きのが早いって、あの距離。かわちぃ、ちいかわかわいいよね。みんな知ってるだろうけど。みんな知ってるだろうけどさ、ちいかわって知ってる？最近なんかね、あ、いけたよ、やすね。見てよ、どうやって見せんだよ。はい、どうぞ。あら、まぶしい。あら、まぶしい。まあでも、ここまでで1年半かかってるってことをね、お忘れなく皆さん。うん、ちゃんとご飯食べれた。何だったかな。ね、サラダ食べたいなんて言ってサラダ食べた。今日外食行こうと思ったけどやめた。えらい。まあ、お前、お昼にお寿司食べてきたからね。いらんねん、ちょっとおかんと出かけてたわ。いつもなんか配信あったりしたらさ、いや、配信するからいいやって言って断るんだけどさ、まあ、なんかいつも断ってばっかだから、行くかと思って。そう、焼肉？焼肉のがいいじゃん。ほら、ありがとうございます、ウニ SM さん。ほら、ありがとうございます。はじめまして、ルビタンです。よろしくお願いします。どうもどうも、今日も元気です。エッサホイサ、エッサホイサ。うん、二強だね、マジで。一生食べれちゃう、一生食べたいんだろうなって思うよね、焼肉と寿司って。でもね、お寿司ね、タチウオの炙り美味しかったけど、ちょっと炙られすぎてたわ。なんか写真で見てもわかると思うけど、あのツイッターに載ってたの。まあでも、まあ、美味しかったけどね。やっほー。炙りすぎやなと思って。あ、ナスンいらっしゃい、こんにちは。ウォウウォウ。
炙りすぎじゃないの、ウォウォウだったよ。美味しかった。でもやっぱり炙り塩で食べるのが一番好きだな、お寿司を。で、赤貝も食べた。赤貝も食べて、タチウオウオウ、こんにちは、ウォウォウ。なんで泣くないウォウ。なあ、聞いて、私最近の酒との距離の置き方マジで二重丸じゃないか。私の人生の中で多分一番酒と距離がある。やるっしょマジで。メイドコスありがとうございます。はい、今日も1日幸せ。いやー、よかったです。もう人の笑顔とかでも幸せとかのなんかお手伝いができるの私嬉しいな。今月まあゲストメイドとかね、仕事で飲むのはまあ私の中では全然いいかなと思ってるんだけど、それ以外はあんま飲まないんじゃないかな。あれや、沖縄では爆発させてもらうわ。ごめん、沖縄で踊り狂うからさ、ちょっと沖縄の人震えて待っとけよ。ほらねえ、まあまあそれはしょうがない、旅行とかならね。うん、そっからで家でお酒飲むとか しなくなったからな最近。まあしょうがないよね、守護伝説飲めばね、チャラだから大丈夫よ。うん、沖縄飲むじゃん。だってな、そんな私が一番好きなお酒知ってる？みんな泡盛だよ。泡盛水とか言って飲んでた人だよ。もうやばいよね。正解正解、安値と見るもん。正解正解、おめでとうございます。花丸100点、はいどうぞ。ルイタの好きなお酒検定1級合格おめでとうございます。一級はやばくないか。あら、トニーちゃんありがとう。エクスペンシブジジイ、天球。はい。アルビタンなんでね。博多花丸やった。博多花丸やった。おお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 。どういうこと？どういうこと？どういう展開？ホライゾンさん。しかも抜ける。おはよう。おはようございます。あ、ワイちゃん、おはよう。よく眠れたかい？お、安値いってらっしゃい。ちょスプラの Kind of グロフグロフグロフ You get turned and beamed。 ヤッホー、あしろちゃんいらっしゃい、こんにちは。ヤッホー、よいしょ、ツイートします。ヤッホー、元気。今日もソロランしましょう。はい、こんにちは。あ、メイドさんなのに、メイドさんです。あ、エペソロランやろうかなって、まあずっと喋っててもいいんだけどね。今日6時までだから、まあ、ずっと雑談もまあありっちゃありかなと思うんだけど、どうしよっかなみたいな。ちょっともうファンティア撮ったり してたんだよね。あ、ゆずぼいらっしゃい、こんにちは。こんにちは、こんにちは。あ、たけちぼいらっしゃい、こんにちは。びっくりしたよ、あれ。マジで。もうさ、
あれおかんとさ共用の服なんだけど、二人もさどっちも着てる服なんだけど、普通に夕飯の時にさリビングじゃない、あのキッチン降りてって見てこれって言ったら、ん破れたって言われて、破れちゃった配信でっつって、配信で破れたわけじゃないよね、なんか破れちゃったわっつって4000キロがさ、ああいうことあるとかすむよね、ほんとに。あ、マグロさん、ヤクロビーツありがとうございます。告白好き。よいしょ。ちょっと今、つけました、これ。これ、ない方が可愛いんだけどね、メイドさんって。好き、ありがとうございます。ちょっと待って、カメラの位置があれやね。どうしたらいいんだろう。こう？あ、こうか。そう、今日 G1 なの知ってる。絶対やります、絶対配信しようと思った。123、はい、マグロさん100ルビッツありがとうございます。 Thank you。 大至急大至急になれ、朝キュ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 ッと強制だ。今日はおかんに誘われてランチを食べに行ってました。その後お家に帰ってきてお昼寝してファンティアを取りました。マグロさんありがとう。 Thank you so much。ちょわよー、たけちもありがとう。ヤクルビッツ Thank you。 1,2,3 はい、たけちーヤクルビッツありがとうございます。 Thank you。 今日は連休なのかな。大至急大昇級 G1 大きく当たりますように。最近なんかみんな当たってよって話、ぽっちゃんしか聞かないのでね、当たったらいいなと思います。 G1 頑張ってくださいどうやって待ってね。 Thank you so much。 やっひーくんいらっしゃい。ひーくん元気そう？ひーくん元気そう？大丈夫そう？ひーくんね、あのね、最近コンカフェ行ってんのかな、ひーくん。私最近結構ちょいちょいコンカフェの、あの、11月もバースデーとまた別日に1日、あの、1日店長の、お仕事増えました。お前、働きすぎじゃない？ルビタン大丈夫かな？働きすぎじゃないかな？まあまあちょっといろいろね気づくこともありまして、ちょっと生活のためにね、ちょっとは配信外増えます。はい、というわけで、あの、来たお仕事断りません、出ます、よろしくお願いします。そういうことなんですよ。11月の21かな、私のバースデーが13日なんだけど、13日が日曜で、その週の次の土曜日にまた一日店長が決まっております。あと10月21日競馬何番、そういうのは私わからないけど、じゃあ3番。何何、エペでいいよ、エペでいいよ。はい、ケンティさんいらっしゃい、こんにちは。お帰りなさいませ、ご主人様ってね、するお仕事増えまして、お帰りなさいませ、ご主人様。どうもどうも。あれ、なんか私さっきさ、あれレモンケーキ部屋に持ってきたと思うんだけどさ、どこ、レモンケーキ。じゃ配信前にた、なんか配信の最初喋ってる時食べようと思って、ちょっと元気です、いい返事。ポスポスシャコさん、ルビーはーい、かわいくね。あれあれ、じゃーん、2杯入ってないんかい、2杯入ってないんかい。誰かには誰も食べないよ、あの、こういう食べ物はね、私しか食べない。家3人しかいないしね、おじいちゃんと母親と私しかいないから。3番来たら知恵マイナス役所、なんでだよ、なんでだよ。マグロさんの好きっていう気持ちは3番が来たらなくなっちゃうの？悲しいな、泣いちゃった、悲しい。好きって言ってくれた気持ち、競馬が3番が来たらなくなっちゃうなんて、買ってないからね、しょうがないよね。これ今日ね買ってきた伊勢丹の、あの伊勢丹だっけ、食料品売り場で買ってきました。今日なんか母親がね、あの、まあ、ちょっと用足しがあるからルンちゃんも一緒に行くって言われて、あ、じゃあルンちゃんも一緒に行こうかなって言って、ルンちゃんも一緒に行ってきたわけ。
で、まあランチでも食べるかと。だからまあ朝8時半起き、早い、8時半起きで、8時半に起きてさ、で9時に布団出てさ、9時半出発よ。やばーと思って、で、まあ、夜たし終わってお寿司食べてお洋服とか見て、1時には帰ってきて、だから1時頃帰ってきてて、で配信、あ、なんか友達から今日暇ってきて、夜暇ってきて、まあ、暇かどうかは予定によるなと思って、じゃあ仮に暇だったらどうするのみたいな、予定によるって言ったら、うん、飯ってきて、飯ってきたから、あーみたいな、あ、絞るよ、絞ることもあるし絞らないこともある、どっちでもいい、人にやられるより自分でやりたい派でさ、それでさ、なんか飯って言われてさ、あーっと思って、でも私先週ね断ってんのよ、その友達の誘いを。私は11月までの半ば、誕生日が終わるまで忙しいから放っておいてほしいみたいな、放っておいてほしいまで言ってないけど、まあ、結構無理みたいな感じで言ったのね。でもなんかどこでも連れてくし遊びに行こうみたいなこと言ってたやつがそいつなんだけど、うわ追い打ちかけてくんなよと心の中で思ってて、でうーんと思って、いやご飯かみたいな、まあ、じゃあご飯は行こうかなと思って、外食あんましないしと思って、あ、ご飯行くわって言ったので、それで私その送って、なんかご飯ならどこみたいな感じで、なんかどこかどこみたいな感じで送られてきたのに、すぐ、あ、やべ、今月のチキまだ取ってないし、これ今日売り始めて7日の飛行機で沖縄に行くから、456で早めに発送、買ってくれる人がいたらそこでまでに絶対発送したいから、あ、これあれだわと思って、私今日ファンティア取ってチェキ書いて発送できるようにしとかなきゃと思って、ごめんやっぱ無理やっぱ今日終わらせなきゃいけない仕事あるから無理だわって言って断り、家に帰ってきて、30分だけ昼寝して、起きて化粧直して髪やって、ファンティアのチェキ取って急いで着替えて今に至ります。どうもこんにちは皆さん、いやバタバタ慌ただしい日を送っておりますよ、日曜日だっつうのに。私は曜日関係ないからね、どちらかといえば土日が忙しい人だからね、もともとね、曜日はまあまあ、でもね、あれだよ、世間でこう決まった時間にさお勤め行ってさ、会社で働いてる人とかもう毎日決まった時間にこうやらなきゃいけないこととか決まった仕事があってさ、そういう人の方が忙しいんだよ。私はなんかもう甘え、自分に甘えたらいつでも仕事をしなくてよくなるからさ、その分収入は減るけど、サボったらサボった分だけ自分の収入が減るし、これから入ってくる仕事も減るんだけど、でもやりたくない、心が疲れちゃったって思ったら逃げることはめちゃくちゃできるから、それをそれとたとの戦いって感じいただきます。うん、レモンケーキってほんと美味しいよね。レモンケーキ大好き、うん、レモン美味しいよね。私もそのまま食べれる、酸っぱい感覚があれなの。いや頑張ってるわけじゃん、もう最低限生きていくためには自分のやりたいことで最低限生きていく、お金を増やすっていうのは大変なことだね、みんなねまあやりたいことだよね、まあまあまあ、でもよくよくはね、This is レモンケーキ、うん、いやでもみんなの方が偉いと思うよ本当に。みんなのこと全然知らないけど、ふくちゃんいらっしゃい、こんにちは、うん、デリシャス、いやです good、 偉いよみんな、だって日曜日なのにもう来てね、うん、大きい声も出してね、こんにちはしてゴミとか出して偉い。あ、はい、スカート、新しいスカート欲しいです、よろしくお願いします、こんにちは。まさかね、あれ結構えげつない音入ってるよね、切り抜きの最初にバチッみたいな音がして、私がスカート破れたみたいな感じになって、まさかね、エイペックスレジェンズ4000キロよりそっちの方がもう盛り上がってたわ。
くじ置け早え。うん、ナイスナイス。そうびっくりしちゃった、まさかスカートが。だいたい私配信の時さ、あのこういう感じなんだよ足、だいたいね、だいたいこういう感じなの。だからそれを普段のノリでやろうとしたらスカートを避けた足癖が悪い。うん、桜ね、ナイスナイス。うーん、桜めっちゃ綺麗だよ。桜 is very very beautiful。 いや、どこが綺麗かな。上野も綺麗だし、目黒がらへんも綺麗だよね。うん、なんで私たち運命かもしれないね。うん、桜フェスティバル。It sounds good。 Where？ どこなんだろう。桜祭り、酒ね、ナイス酒。酒 is number one。 酒 is number one。 うまっ。みんなの方が偉いよな。花丸100点よ、頑張っとる。花丸100点、はいどうぞ、はいどうぞ、あげます。花丸100点あげます。よ頑張っとるよ。世の中にはさ、こういう私みたいにさ、あの本当に昼間に働くことが嫌で、やった上で、あ、これはもうできないんだって思ってる人もいるからね、本当に。あ、まあだ、まあ、できなくはないんだろうな、別に。あのまま、ちゃんと社員に入った時の契約の通りしてくれれば、別に私、歯医者で働いてたと思うけどな、今でも。別に。なんかストレスはたまるけど、なんかまたなんか言ってるわ、みたいな感じになってただろうから。まあ、別に、ただその時に契約と違くて、なんじゃこりゃみたいな感じになって、おもなやめたろわみたいな感じになって、やめて宮古島行っちゃったから、ちょっとあれなんだけど。なんか頭きすぎてなんか言ったんよな。じゃこの給料で、この仕事で、この人間関係で院長働けって言うなら、マジで頭おかしくないですかみたいなことを言ったよな、面談で。契約変えてくれるみたいなこと言ってたけど、いやだからそんなこと言ったって、だってそんなこっちが言わなきゃそうやって働かせようとしてたんだろうみたいな感じで、私がなんかすごい怒ったんよな確か。うん、 Thank you so much。 わらわら、ちょっとひどかったね、あのちょっとひどかった。まあ、なんかドクターが一人辞めたタイミングだったし、ドクターが減るとさ、結局はさ、患者さんの数をさ、減らさなきゃいけなくなっちゃうわけじゃん。ってなったら、お金が出せないんだよね。で、なんかそういうので、なんかのらりくらりさ、なんか因縁、なんかこう、難癖つけられて、院長の奥さんに。いや、まだできないみたいな感じで、おいおい、社員になれると思ってっから、こんなバカ安い給料で半年働いたんだろみたいな感じで言った。さあ、その半年の間に、じゃあ私今までの仕事したらいくら稼げたと思ってんだよみたいなことを言ったね、確かね、うん、正直に話した。これからもこんな生活続くと、もっとバカバカしくできないわ。何に何癖つけられるか分かんないから、そんな感じで嫌だよみたいな感じになって、やめちゃった。もう好きなことやろうと思って、私の人生って歯医者で終わっていいのかって思ったよ。やりたいことがあったから、当時は。でもそうやった先でまたこうやってやりたいことってなんか見つかるから、まあいろいろやっといてよかったなって思うけど。タテオさん、グッドモーニング、ハワイトゥデイ、ラブラブ。今日お花がついてる。自分でつけた。ルビータン、かわいい。Thank you! Thank you so much!
今日はエペックスレジェンズをやります。いいじゃんこの髪の長さ、結構子供っぽく見えるのがね。なんか世の中には結構2パターンあると思ってて、本当にやりたいことをやってそれをこうお金にしてったり仕事を増やせていけることが楽しくて本当に人前に出てるのが向いてる人と、やっぱりそれは趣味の延長線でそれぐらいでとどめておきたいっていう人の2パターンがいると思う。本当に何だろう、私はなんか割とこれだけで自分のそのルビータンっていう自分だけで生活していけるようにってこうあれだけど、なんて言うんだろうな、こう辛いさ週に5日働くって辛いところから1週に1度とか週に1ヶ月に1回とかそういう活動をして、あーこれも楽しい、なんか趣味の延長みたいな感じの人もいて、なんかその楽しくて好きなことを仕事にしたら一生楽しいのかって言われたらそうじゃないパターンの人もやっぱりいる。うん、もういや辛いとか。やっほー、やったー、トニーちゃん、グッモーニー。そうそうそうだ、私はなんかルビタンでいる時が一番楽しい。夢追い人ですよ。何やってったらいいのかも分かんなくなるよたまに私が目指すところって何なんだろうみたいな、人の笑顔を増やすことおはよう、ルビちゃんです、やっほー。でも私はなんか仕事しててもなんか直接人と話す仕事が好きなんだろうね多分。あの歯科助手とかもさ、患者さんにはめちゃくちゃ優しくするわけじゃん。私なんかすごく向いてるんだなって思った。こんにちはってどうなさいましたかっていうの私は本当にあの向いてたと思ってるリラックスしてくださいね、大丈夫ですよ、私もこの前親知らず抜いたんですって言ってあげるお仕事でもドクターと関わる時とかはすごい気張るけどね、やっぱりあのメスの渡し方一つとかさ、あの治療器具の渡し方一つでも結構怒られるから、あのちゃんとグッてやれとか言われるから、そのやっぱ絶対に落としちゃいけないからさ、ふんわり乗せたりしちゃいけないのね、ドクターの手に。なんかこうさ、タバコ吸い終わってから話そう。まあでも元はといえば白衣が着たくて資格なくて働けて土日が休み、まあ、日曜日のお休みの仕事に憧れたんで、それがあって歯医者で働いたんだけど、なんかこうさ、こうやってふんわり渡しちゃいけないの、こうこんな感じでこうグイって渡さなきゃいけないの、こうバーって渡さなきゃいけなくて、それがなんかルビタンは力が弱いって1ヶ月ぐらいずっとなんか注意されてた。こうやってわってやんなきゃいけなくて、え、そうなんですかって言ったら、うん、本当にこうグイってやってあげたら文句やらないからもう押し付け、あとなんかライトをさ当てる位置とかさ、お口とかに、でも結構あれよ、これ怒られるっていうか、それじゃ患者さん眩しいからってやって、こうやってやったりしてやってた。あのお名前呼んでくれてさ、椅子まで誘導して、あの横にずっとついてて、お口ゆすいでくださいとか言う役の人ね結構なんかあれも忙しいのよ、なんかぼーっとしてちゃいけなくてさ、まあそりゃそうで、まあ医療なんだかメモとかわーって取ったりとかさ、なんか患者さん辛そうだなって思ったらさ、一回起きますかとか聞いたりしてさ、でも結構でもなんて言うんだろう、子供よりもね、なんかおじさんの方がね、なんか甘えん坊っていうかすごい不安そうにしてる、すごい なぜかあ、すごい緊張してるなってわかるよ、歯医者おじさん大丈夫かなって思うけど、なんかすごいため息とかついちゃうのよ、もう治療前に親知らず抜きますから、はぁとか言って、はぁとか言ってか、どうしたんですか大丈夫ですかって言ったら、なんか
いや痛いんでしょ、怖いなみたいな感じで言って、うん、大丈夫ですよ、そんな痛かったら言ってくださいねみたいな感じで言ってさ、あーみたいな、なんかもう見るからに落ち込んでるのかみたいな感じになってて、それをなんかこうさなだめてあげるじゃん。でさ治療始まってさ歯に麻酔打つじゃん、口の中にさ麻酔もなんか痛かってるみたいな感じで言ってるんだけどさ、もうさ治療始まってさ器具とか入れられてさ結構工事見たくなってんのにさもう爆睡さっきまでさっきまで悲しそうな顔でため息ついてたじゃねえかよみたいな、おじさんかわいいなってなるあれマジでおもろかった、お前寝てんじゃねえかよって起こしたかったもん。歯医者さんはね、なんかメイドとはまた違う普段関わらない年齢層で、普段関わらない方々とかが結構幅広く来てくれるからね、すごい楽しいことはいっぱいあった。なんか歯の治療に来てさ、麻酔使う治療に来たのにさ、なんかすごいさ、あ、ヤッホーキャンサーいらっしゃい、こんにちは。歯医者で働いた頃の話してる。なんかなんかね、そのこれからね、治療しますって人がね、あの昼の3時頃に来たんだけど、なんかすいませんって言われて、治療前に何ですかって言ったらマダムみたいな人、今日お呼ばれがありましてワインをってさ、すいませんって、お酒飲んでる時を麻酔使いますのでちょっと治療できないんですよねみたいな感じで、いやほんとちょっとだけだからみたいな、でもしょうがないじゃんみたいなお呼ばれがあったっていうか、お祝い事からがあったんじゃないもん、あの大切なねあれで、そんなさ、じゃあもう詰め込まないでそのまま夜まで飲みにやって思うけどな。そうな、そういう人もいたわ。あとなんだろう、そう入れ歯の人なんだけど、上下入れ歯の人なんだけど、治療に来て椅子に座って、あ、入れ歯忘れたって言ってきて、いやいやいや、もうあんたギャグじゃないんだからって思うじゃんギャグじゃないんだからさ、でもじゃね、えってな、えってなってさ、取り行かれますみたいな感じだったら、うん、じゃあ取り行ってくるねって言ってさ、したらさ、入れ歯ってさ別にさ、その人帰ってきたので、私あれこの人手に何も持ってないけどなと思ったらね、わざわざお口に入れてきてくれてさ、でまたそれをさ、私さこうやって手で受け取るわけじゃん、あーじゃあお預かりしますねとか言ってさ、おーなんて入れてきたんだよなくて分かんなかったんだったらそのままおいでよと思って、持ってくりゃいいじゃんケース入れてと思って。アメルもいらっしゃい、こんにちは。口に入れて持ってきてくれた、ちゃんと。そうなんで、そう入れ歯をねシャー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 洗って乾かしてドクターに持って行って調整するみたいな。私は全然幸い手袋があれば人のすぐ外した入れ歯とか全然気にならず手で持てるタイプの人だから全然なんか何とも思わなかったけど、あお疲れメロモン、こんばんは、こんにちは、まだこんばんはじゃないか。でも歯医者で働いた時の話をね、おおどうしたエペックスレジェンズしてましたよ。まあでもそういう、まあそういう忘れ物はでもよくある話だよね。あとでも虫歯の治療が一生終わらない人とかもいたよ。どっかが虫歯になって一個治るとまたどっかの虫歯が出てきてみたいな、そういうこともあった。でもなんか虫歯とかさ予防したかったらさ、あれがいいよ、やっぱり口の中とか歯列、歯の並びってマジで遺伝みたいなのすごいから、親に似るからね、自分の親のなんかどの辺が虫歯でどういう口の中してるか見といたら、大体なんかあーって ここ気をつけて磨いた方がいいんだなとかわかると思いますよ。皆さん虫歯ないに越したことないから。調子いいね最近エイム、どうしたんだろう、なんかあった？一
生懸命ゲームやってるからいいことが起きたんだな。あらららら、あ、あるよ、ある、そういうの。カチューシャ可愛い声ね、自分でね、なんだっけ、お花自分でつけたパールと可愛いでしょ。そうね、虫歯になりにくい体質の人は歯茎に来やすいから歯槽膿漏とかに気をつけた方がいい。そういうのあるんだよね、2種類さ。歯茎が弱いパターンの人は虫歯になりにくいみたいなのがあって、虫歯になりやすい人はね、歯茎はちゃんとしてたりする、結構。で、歯茎の方の治療の方が生活習慣とかが出やすくて、治療に本当に時間がかかるから生活変えなきゃいけなくなったりするから、歯茎虫歯になりにくい人はね、別に気をつけないことがあるかって言われたらそうじゃないんだよね。そう、カチューシャ可愛い、ありがとう、感謝感謝、カチューシャ褒められ、感謝感謝。どうした今日、え、あら、メルモンサブスクありがとう、ハクイモモエショコラララブラブッとロケちゃうかもしれないほど大好き、あれもー Thank you so much、 おいしいヤミ、感謝感謝。先週虫歯に、先週歯の定期検診ってきた、虫歯はなくそんなに汚れてないと言われ歯磨き粉もらった。あ、いいねいいね、なんか日頃から磨けてる人はね、やっぱ虫歯なりにくいよ。じゃあ皆さん今日一発目のカリッとカリッとしますよ。ビビリビーバナユーバナエビバナワナワナゴーゴーゴー、ビビリビーバナユーバナエビバナワナワナゴーゴーゴー、カリート、カリータ、メロナイスカリータ、タケチナイスカリート、カリカリート、カリート、カリート、カリカリート、メルモン2ヶ月目のサブスクありがとうございます、 Thank you。 ある日メルモンがこの配信に舞い降りてから2ヶ月が経ちました、まあ、サブスクやってくれたからね、本当にありがとうございます。毎日のようにお越しいただいて、毎日のように配信する回があります、ありがとうございます、どうもありがとう。アキアンさん、ナイスカリート、カリート、カリート、カリカリとカリカリと、今月もよろしくお願いします、 Thank you、 頑張ります、今月も早くダイヤ行きますよ。じゃ、よし、じゃあエイムがいい、顔もいいがエイムもいい、今日はビジュアルが強め、はい、 OK、競馬ロム了解、競馬頑張って、大馬さんたち頑張ってください、よし、すぐランク行くとね痛い目に遭いますので、先にカジュアルに行けますよ、よいしょ、スプリンターズステークスに乗った笑い、スプリンクス、スプ、あ、てか、うちの枠ね、日曜日ね、競馬の話してる人多いよ。な、日曜日はなんか、地語り好きにしていい日みたいなのが あって、ローカルルールでね。ローカルルールで、配信に関係ないこと喋ってていいよみたいな日があって、そういえば日曜日は地語り曜日だから、なんか競馬勢が買い目喋ってたりとか、なんかそういうことしたりしてる。今日は凱旋門賞なんだ。そう、おい、4水切るか、眩しいぞ、ライフライン、ナイス、よし、今日もやってまいりました、エペックスレジェンズのお時間。まあね、勝ち、勝利の秘訣はね、元気な声出し、部活と一緒です、エペックスレジェンズは。元気な声出しでね、やっていきましょう。レッツゴー、今日はね、キル数稼ぎじゃないんで、慎重な立ち回りでいきますよ。おい、ジャガ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 してないで、いいから。
はい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 、気分いいね。4000キロ本当に。ここまでの道のりは長かったよ。 PC に変えてからの1年半。おお、アトリしぶてえな本当に。この1年半か、1年半でね、私は強くなれたんでしょうか。40発で挑みますよ。味方がやられてんのにね、うかうかできませんので。はい、ナイス。あ、ごめん。あ、ゆるすまじ、ゆるすまじ、ゆるすまじ、メイドでーす。武士起こしな、たまねえな。オッケー、かわちかわち、どうもかわちです。誰だ、あれ、やすね、いらっしゃい、こんにちは、かわちです。かわち、かわちです。どうもかわちです。これいらんやろ、ジャンプタワー。まあ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 、必要な時もある。必要な距離な時もある。この100、この140メートルまで。おーい、ホライゾンさんのが早いなんてことある？ギャグやん。歩きのが早いって、あの距離。かわちい、ちいかわかわいいよね。みんな知ってるだろうけど。みんな知ってるだろうけどさ、ちいかわって知ってる？最近なんかね、あ、いけたよ、やすね。見てよ、どうやって見せんだよ。はい、どうぞ。あら、まぶしい、あら、まぶしい。まあでも、ここまでで1年半かかってるってことをね、お忘れなく、皆さん。うん、ちゃんとご飯食べれた。何だったかな、ね、サラダ食べたいなって言ってサラダ食べた。今日外食行こうと思ったけどやめた。えらい。まあ、お前、お昼にお寿司食べてきたからね。いらんねん、ちょっとおかんと出かけてたわ。いつもなんか配信あったりしたらさ、いや、配信するからいいやって言って断るんだけどさ、まあ、なんかいつも断ってばっかだから、行くかと思って。そう、焼肉？焼肉とかいいじゃん。ほら、ありがとうございます、ウニ SM さん。ほら、ありがとうございます。はじめまして、ルビタンです。よろしくお願いします。どうもどうも。今日も元気でーす。エッサホイサ、エッサホイサ。うん、2強だね、マジで。一生食べれちゃう、一生食べたいんだろうなって思うよね。焼肉と寿司って。でもね、お寿司ね、タチウオの炙り、美味しかったけど、ちょっと炙られすぎてたわ。なんか写真で見てもわかると思うけど、あのツイッターに載ってたの。まあでも、まあ美味しかったけどね。やっほー。炙りすぎやなと思って。あ、ナスンいらっしゃい、こんにちは。ウォウウォウ。炙りすぎじゃないの、ウォウウォウだってよ。美味しかったね、もう。やっぱり炙り塩で食べるのが一番好きだな、お寿司を。で、赤貝も食べた。赤貝も食べたよ。タチウォウォウ。こんにちは、ウォウウォウ。飲んで泣くない、ウォウ。な、聞いて、私最近の酒との距離の置き方、マジで20丸じゃないか。私の人生の中で多分一番酒と距離がある。やるっしょ、マジで。メイドコスありがとうございます。はい、いやー、よかったです。もう人の笑顔とかでも幸せとかのなんかお手伝いができるの、私嬉しいな。今月、まあ、ゲストメイドとかね、仕事で飲むのは、まあ、私の中では全然いいかなと思ってるんだけど、それ以外はあんま飲まないんじゃないかな。あれや、沖縄では爆発させてもらうわ。ごめん、沖縄で踊り狂うからさ、ちょっと沖縄の人震えて待っとけよ。ほらー、ねえ、まあまあ、それはしょうがない、旅行とかならね。うん、
そっからで、前家でお酒飲むとか しなくなったからな最近。まあしょうがないよね。守護伝説飲めばね、チャラだから大丈夫よ。沖縄飲むじゃん。だってな、そんな私が一番好きなお酒知ってる？みんな泡盛だよ泡盛水とか言って飲んでた人だよ。もうやばいよね。正解正解。安ね食べるもん。正解正解、おめでとうございます。花丸100点。はいどうぞルイタの好きなお酒検定1級合格おめでとうございます。一級はやばくないんか。あら、トニーちゃんありがとう。エクスペンシブジジイ、Thank you。 はい、アルビタンなんでね。博多花丸やった。博多花丸やった。おお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 、どういうこと、どういうこと、どういう展開。ホライゾンさん、しかも抜ける。おはよう。おはようございます。あ、わいちゃん、おはよう。よく眠れたかい。お、安値いってらっしゃい。スプラのサーバーで伝説作る話楽しみにしてるわ。いってらっしゃい。うわわ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 、むしゃぶるいしとるで、スプラトゥーン。あっちの方に敵がいるんだな。あんな秒で殺してくるような。あ、いた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 。ん？我らのことを撃ってるんじゃないのか、あれ。我らのことを撃っとるな。おい、これはホライズの仇。そう、あ、やべやべ、ああイージーキルやっただろうな今のイージーキルやったやろうな今の位置ないわいないわい。あらあら、マグロさん、あらあら、ノラワンコさん、こんにちは。マン、いらっしゃいませ。 H23、 はい、ノラワンコさん、100ロビッツありがとうございます。 Thank you。 大至急大至急に舐め、朝キュ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 ッと顔せら。今日私は母親とランチに行ってお寿司食べてきました。ノラワンコさんはワンワンだけど何のお寿司が好きですか。 Thank you so much。 Thank you、 ありがとう。よいしょ。ストリームデック神、感謝感謝、ありがとう。ハート、カタン、ラブウィン、ラブラブ、ルビタンしかカタン。このメイド服すごいいいね。あ、大至急ホールディングス、大至急なんだっけ、大至急ホールディングス CEO のパソン、おはようございます、こんにちは。縁側いっぱい食べたい。あ、いいねいいね、縁側もいいね。炙りで塩で食べたい。私大体何でも炙りで塩で食べたがる人なんだよ。でも炙りでっていう勇気がない人確かタチウオの炙りと、あと赤貝と、あらあらあら、三角座りのお時間だ。エビ、ワイちゃんエビ好きな。ちょ、大事なコメントを逃してるぞ私。昨日も可愛かったけど今日の方がもっと可愛い気がする。ありがとうございます、ありがとうございます。今日も検証した甲斐があるぜ、ありがとう。エコナイス？あ、エコついてた今。あ、ほんと？わかんなかった、全然。あまりに嬉しくて、エコっぽく聞こえちゃったかな。見て、今日も可愛く描けた、ノラワンコ。これがめっちゃ可愛く描けるの、この字。ノラワンコってすごいの。丸ばっかで可愛い。まいちゃん、顔でかゲーミングありがとうございます。どうも、顔でかゲーミング所属、ルビタンです。よいしょー。お、4000キル達成じゃないよ。4000キル達成じゃないよ。これ、いつまで出してんのよ。これ、厚かましいな。よいしょ。あらあら、目指せ100勝、100勝達成しちゃってるわ、これ前回シーズンのやな納豆、え、納豆巻きが一番好きってこと、キャンさん。まあいいじゃない、納豆巻きだってさ、そんなんな、だってな、寿司として売られてる立派なお寿司や。はい、よいしょよいしょ。え、英検？名犬？いや、私は競馬しないよ。あ、私は競馬しない。なんかみんなが
みんながこぞって競馬してるだけで、私は競馬のこと全然わかんない。本当に。ね、みんな勝ってないっぽいよ今日は。ね、11着ぐらい。あらあら、ひーくん、ひーくんまだいる？ひーくん私に何番がいいですかって言ってたけど、3番どうでした？今日難しい感じなんだ。3じゃねえのってとりあえず適当なこと言ったんだけど、3どうだったのかな。あ、いやいや買っちゃいないよ。3もなかったんだ。あらあら、カボチャがあるからハボック作っちゃおうと。ハボハボー。なんかさ、友達がさ、双子のお子さんがいる友達がいるのね。女の子2人なんだけど、なんか喧嘩かなんかでさ、あの1人の子がさ、プリキュアのさ変身するやつをさバンって投げたんだってさ。でそれでさ、その私の友達がさすごい真面目な顔してさ、もう一生プリキュアに変身できないかもしれないよって、そんなことしちゃダメでしょって言ったら、なんかすんごい泣いちゃったんだって反省してるやろな。プリキュアになりたいんだろうな。本当に可愛いよね子供って。そんなことしちゃダメですよって、もう一生プリキュアに変身できないかもしれないって、嫌がっちゃうよって言うか。私の友達はすごいと思う。怒り方上手。カルピアさん了解。すごいよ。私そんな素敵なお母さんになれるのかなって思っちゃった、ちょっとあ、ちなみにお母さんになる予定はないです。シャドウさんこんにちは。のののののののん、すん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 、いらっしゃい。今日もエーペックスレジェンズをやっていきます。まあ昨日とはね、また一味違うエーペックスレジェンズをやっていこうかなと思います。おいおい、またよくないよ、おバカさんたちって。みんな言われてる。おバカさんたち、私は多分違うと思うけど、なんかみんな言われてるよ。大丈夫そう日本語覚え直してこないと。 No no this is bad words。 いや、あ、偉い、先読み偉い。ラスアスやってね。ラスアスね、あのラスアスね、あのラスアスね、タケチがハワイにハマってるあのラスアスだよね。知ってる知ってる。ラスト、なんだろう、ラストオブジアースとかそういう感じの名前だよね、ラスアスね。今日も励んだまえ、ラスアスに。あれね、うん、あの有名なね、ゲームだよね。知らねえやつの喋り方。あー、ワイちゃん怒っちゃった。まあ、ワイちゃん言われてっからな。すごいよな。確かね、おバカさんたちっていう人はね、海外のリスナーさんなんよ。メイドコスチューム、Do you know メイドカフェ？うん、多分、ラストオブジアースなんだと思うんだよね。ラスアスね。で、アースやろ、アスって言ってるから。知るか。おい、あんだよ、知らねえのかよ。そう、かわいい、とりあえずかわいいってこと。とりあえずかわいいってことだけ覚えて帰って。どうしたの、なんでそんな口が悪いの、キング。あ、ほら、ありがとうございます。あれ、フォローされてなかったっけ、私。この前も言ってたよな、この人。いや、それはセンターオブジアースやん。私はもうラスアスの話よ。だ、誰が笑ってんだ。 I love ババ Thank you。 ジジイに言われたくねえけどな。よいしょ。あ、ルビタン感情的になってコメント欄と言い合いをするんじゃないよ。もう悪かった、私が悪かった、私が悪かった。まあ、それ人それぞれだからね、価値観はね。いいんじゃないですか。だって人にやったことは返ってくるから覚悟してやるよ。ね、怒ってない怒ってない、その怒ってないよ。失礼なことするなら失礼なことされる気合で来いよってこと。クソ味噌にいじってやるからなっていう話。ああ、でも
丈夫、みんなおバカさんって言われてたけどね。そうそう、よろしくお願いします。いつもの最後にそれ言えば失礼なこと言って許されると思うなよ。ここは私の国だぞ、ここは私の配信だ。OK、 ナイスミーティー。うん、こっちはババって言われてんだからな。まああれよ、なんかまあ国とかはあんま関係ないということよ。人の距離感を測るのがどうかっていうかね。でこれ敵いないからさ、ちょっとつまんねえわ。よいしょ、飛んでこ飛んでこ、もう暇や暇や。私はこのターボチャージャーを持ってね、このマッチをビビらせに来たんだよね。よいしょ、レッツゴー。じゃじゃじゃ、マグマさんじゃない、マグマさんじゃない。マグマさん、マグマさん、はじめまして、よろしくお願いします。マグマさん、マグロさんね、お魚さんだよ、お魚、お魚おじさん。お魚おじさんいいじゃん。じゃあこんなルンルンルビタンズはみんな仲良しだな。おいおい、なんだよ。あ、ここいるわ敵。おいすー、おいすー、敵おいすー。お、ナイスナイス、ラストオブジアース。はい、ナイスー。あ、ちょ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 、話が話が、あらららららら、ら、あーマジかー、ロロ Thank you Thank you so much。ナイス、一回リロードしようかね。うん、それがいい。ん、魚、魚野郎。ちょっとお前変なやつやな、ほんとに。どっかで起こしてんな。別いない、もういない、ナイス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 。よいしょ、こっちそらビジュアルチンアナゴ、あ、解体新章、よいしょ、ロロロロロロ、あっちゃい、ライフシャイ、ちょっとうちにモデがいなくてごめんね、ちょっと待っててね。ソーリーソーリー、今日もチェックかわいい、うん、ありがとう。銀ガムチェック、コインの模様。おい、なめんななめんな、おい、違う違う、そういうのじゃなくてね、ブルーホワイブルー、どっちだろう、でれれ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 れ、心はでれれれ、今日もかわいい、耳からホタテぶら下げてるよ。よいしょ、
ちょ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 っと待ってね、今コメントよいしょ。あ、ジュフューズさんもちょっと待ってね、今ちょっと忙しいからちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。最近なんか貼り付けができないんだよね。 OK、 あ、 OK、 もうコメントも大丈夫。ソーリー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 、どこで起こせるんだい。よいしょ。でーんでーんでーん、銀河のチェック、恋の、え、この歌さ、もう10年ぐらい前かな。カチューシャしてる君に、てか今もさ、カチューシャって結構売ってるんだけどさ、カチューシャってさ、あんまつけてる人はいなくない？それめっちゃ重いよな。よいしょっと。AKB ゴリスケ、あ、そうなの？私 NMB だったからな、オタクやってたの。 NMB、 そういうこと？アイス負傷起こしたるでー。はい、おかえりなさい。これはでかい、これはナイス、これはでかい。どこかな、どこかな、全く見えないね。NMB はね、私握手会とか行ってたの、当時すごい好き。まああの 4期ぐらいか、私が好きだったの。若い、だから私がさ、中学生の時にさ、カチューシャ流行ってたよね。え、エイブリデイカチューシャってそういうことなの？エイブリデイ、エイブリデイ、エイブリデイだっけ？エイブリデイ、エイブリデイカチューシャか、エイブリ、エイブリ、エイブリデイか。カチューシャ。え、頭にサングラス乗せてることなのかな、あの歌って。僕は長い恋愛中みたいな歌ね。テレレ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 、髪を止めた天使の赤。あ、は？行くからそれ、そりゃ殺しに行くぞ。はい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 、悪いけど着替えさせてもらうぜ。え、嘘、そんな口が悪いぞ、メルモン。怒らない怒らない、うん、怒らないよ、怒らない怒らない。あんまりいいもんがないな、めぼしいものがないぜ。まあね、ちょっとね、やかましい人っているんだよね、私以外にもこの世の中に。びっくりしちゃうよね、やかましいのなんて私だけでいいけどな、この世にいるんだよな、私以外にもやかましい。おーい、セルいくつ
い、ナイス、えいえいえ、お疲れしく、えさ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 ほいさえさほいさえさほいさ、ルビタの声マックします、了解。あーそこね、あーあれれ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 れ、どこですかね。いましたいました、一人なわけがないんだよな、ここね。あーい、あれあと2部隊じゃなかった、おいハボック在所、あ、いない。ナイス。強強。あ、いやいやいや、ちょ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 、今は今は休憩、今は休憩、今は休憩。ごめんなさい、遅れました。ヒールドローンです。すいません、遅れました。どこですかーい。強すぎた原爆。解体新章、よいしょー。あれ？つかずき方に十丸よ。ちょ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 、やんちゃ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 、上がり方わかんないよ。はい、ナイスー。はい、強い。ジジェー、はい、ナイスわー。なんかファイト力上がってないか、マジで最近。イエーイ、7キロナイスわー。いいですね、いいですね、これこりゃいいぜ。ワイちゃん顔でかゲーミング、ありがとうございました。あー、Thank you so much! ラミラー、Welcome! Hi, how are you today? よいしょ。57章ね。よいしょ。よし。こっちにする？こっちでいっか。はい、ランクいきます、レッツゴー。じゃあプラタイを、あ、ウィンしか、ウィンありがとう、キャンさん、みんなジジーライフありがとう、ジジーライフありがとう、感謝感謝。よいしょ、これ出るよね、あ、出るね、あ、よかった、よしよし、感謝感謝、おいしい闇、感謝感謝、またいっぱい食べたいな。あ、本番いってみよう。あったあった、タバコ。デリシャン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 。ハッピースマイル。あ、リアリー？わお、テイクケア。Today I ate sushi today ランチタイム。急にね、聞いてもないのに寿司食べたよって言い出しちゃう。聞いてねえからって言われちゃう。けどなんかさ、あの足のさ、友達がさ、飲みに出てたらしいんだけど、朝までしたらさ、なんかさ、みんなで帰るよって言って道端にいた時にさ、友達がわーってこうやって手を上げてヘラヘラしてたらしいのね。そしたらさ、なんかタクシー止まっちゃってさ、タクシー止まってドア開いてさ、え、これ私のタクシーみたいな感じで言ってさ、その子乗って帰ったらしいよめっちゃおもろくない？タクシーに吸い込まれて帰ってたわけとか、帰った記憶ないんだけどって言ったら、なんか、いや、本人が意図しないでタクシー止まって、あなたなんかそれに吸い込まれるように乗って帰ってったよって言われてて、めっちゃ面白かった。
そんなことあると思って、なんかやっぱりこう私の周りの人たちもやっぱ若干規格外におもろいんよな。あれなんか多そうだな。え、そうそうそう。なんか目の前でタクシー開いたからさ、やっかましいな。いいだろ。怒らない怒らない。オッケーオッケー。教えてくれてありがとう。教えてくれてありがとう。教えてくれてありがとう。了解了解。じゃあこっち行けばいいじゃん。ここはだって 2% 漁れるべ、この物資は。あ、もうさ、おんなじ場所ったらないよ、それは。感謝感謝。間違えた。リピーターやだな。どこだ。この辺？注意して、あっちに何かいるかもしれない。残り10秒、リングまであと少し。新しいキルリーダーを参りました。よし。オッケーオッケー。気をつけて。まあ、オッケーではないわな、サーティーサーティーとモザン持ってる人は。リングが閉じるわ。でも、オッケー。ましたね。こだわる必要あるかな？あれや、最近なんか手先がバロラントの武器の入れ替えとちょっとかぶってんな。だからなんかブーインブーイン殴っちゃうわ。よいしょっと。私あの前にさコロンってやるとさ殴りなんだよね、エペは。それで殴っちゃうな。了解。ああどこやねん。どこ、まあ、ライフラインちょっと遅れた頃行くぐらいがちょうどいいんで。ナイス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 。あ、ベッチ来てるな。一人だ。ナイス。了解了解。おいおいおい、リピーター卒業か。おお。はい、了解。気をつけて乗り換え。ニパおるな、これ。ニパおるんか？おいしょ、ちゃんと上がっていけませんでした。あ、もう行っちゃったね。うん。
敵の捉えてんちょっと悪いな。オッケーオッケー、ここアンパだったね。初動今日から減量運動を始めたのですが、今足が痛い。 It sounds good! 頑張って応援してます。チアアップ、ナイス、えらい。私もそろそろ今月は尻を鍛えないといけないね。もう撮影会があるから私もお尻を鍛えないと。どこだい？スナイパーも切れちゃいました。ほら、ありがとうございます。大丈夫？オッケーオッケーオッケーよ。大丈夫？フォローありがとうございます。お尻ウィン、お尻しか勝たん本当に。どこだ？ガチ？やばい、ホライゾンとワットソンで狙ってる敵が違いすぎてやばいんだけど。そういうこともあるよね、そういうこともあるよね。どうしよう、どうするこれ。大丈夫？あ、こっち来てるな、こっちだな。こんにちは。誰だい誰だい誰だい。あ、ポテトさんこんにちは。いらっしゃいませ。せいせい。ランクで両左右で立派に挟まれてますね。マジで良くなさそうなところですね。はいはい、わかりました。あ、ごめんワットソン。ちょ、家の中出すわ。それは近くない？やばいね、これ前押さなきゃやなんかね、前押さなきゃなんかな。ワットソンが帰ってこれないかな。後ろカバー行きますよ。どこですか？大丈夫ですか？だから一目散にアンチに入りたい。おい、Thank you so much。知らない、見てない、見てない。シアスパレジあんの？違う、こっち。これはもうアンチ一目散な感じだわ。シアのスパレジェン、どんな？何何？身近なもの？なんだろう、あの光るペンライトとか？ヌンチャク？ヌンチャクなんだ。あ、ごめん、そっちか。え、スパイダーかい、まさかの。どうして、どうして敵とやっているの。あれ、この辺にいなかった敵。
やっぱダイヤを目指す人ともなるとやっぱアンチガイムーブって鉄板な感じか。あんまり行きたくないな。何言ってんだ。大丈夫そうかい。いやそれはもういけんな。もうきつい。でももう終わったと思う。これで終わったはず。まだなんか撃ってる。あの人漁ってんのか。またインスタグラムのおしゃれ女子加工見たくなっちゃってるから、画面がこれマジで見づらいな。こだわって待ってたってことはあれやろ、ちゃんと注射器いっぱい持ってくるやろ。いやー、ソーリー。アンチガイでそんなに有名にしてないけどな。まあでもキルポ大事だもんな。このキルポをちょっと無駄にしないようにワットさんと頑張るわ。早めにアンチ入りたいな。もう出していいか。ね、待ってました。バロメーターやねー。まあでもプラスだからいいでしょう。メイドさんお掃除上手。戦うメイドさん、メイドさん戦っちゃうからな。はい、オッケー。なんか戦うメイドさんってさ、なんか人気あるよね、絵とかでも。そんなにこう戦う場面あんまないんだけどさ、まあ、運営と戦うことはたまにあるけど。お、ナイス。いいよいいよ。ここ敵全然いなそうだね。ああ、確かにそうかも。いた。あらあら、オッケー、そこはいるよね。見えないな。セバスチャン派戦う羊。オッケーオッケー。これかな、2米入ってたの。ナイス2米ナイス。お邪魔しまーす。まだ建物の前だったわ。はい、そいつお邪魔しまーす。了解。そこが取りたかった感じかな。ワッタさんって誰。ワットさんは上まだいるのかな。
上もいないわ。やり合ってんね、後ろでね。どこだ、いたわ。あああぶねえ。に 2人か3人ぐらいに一気に撃たれてる。あれこっち行かない。あ、ここいんのか。チャーライそんな上じゃない私。ここの真下だな。あのレース見て、あ、ちょっと間違えちゃった、間違えちゃった。え、ここいるんだけど。マジか、ナイスカットだと思ったけどな。やばい。残り3部隊を。了解。ここやばいね。いやーゾリ上がったきゃよかったかな。ゼロキル1000ダメ。いやホライゾンさんのあの体張ったキルポで助けられてるな。だいぶナイスプラス。よし、頑張らなければ。COD をやるため。よし、なんかさ、あのツイッターとかさインスタグラムでさ怪しい勧誘多くない？マジで。あのどういうことかっていうと、返信してないのに返信ありがとうございますって言って一日店長の詳細を送ってくるとかあとはあの全然さ SNS 運営がさどう見てもうまくできてないアカウントからさ、こう SNS でさ、何こうお仕事しませんかみたいなさ、いやいやいやみたいな、本当にみたいなあれ、まあ、あなた方に任せて大丈夫なんかなみたいなところとかの勧誘が来るじゃん、怖くないで思っちゃうよな。なんか私その SNS こう増やす方法とか、なんかその配信で高収入の方法を教えますとかさ、いやでも本当にこの人配信とか SNS やったことない人だよなって思うとなんか不安になっちゃうのよね、すごい。よいしょ、怖いなーってそういうの最近多い本当に。レッツゴー。よいしょ、そういえば今月のチェキ取った
久々にあのキャバクラ屋さんのお洋服が着たくなったからキャバクラ屋さんのお洋服で撮ったわ。プレデーター起動かな。怖いな。チョキチョキでは撮ってないよ。チョキでは撮ってないんだけど、あーこれ怖いな。チョキでは撮ってない残念ながら。でもキャバクラ屋さんキャバクラ屋さんのお洋服ででもチョキで撮ればよかったな。チコチコトキチコトキチコトキチコ。わあ何の真似だと思う。わあ何の真似でしょう。わあはい、ルビーさんも目視しました。あれどっか行ったぞ。やっぱガチプレデターなんだな多分だけど。やべやっちまった。これはやばい。これはガチプレデターや。いやー、ソーリー。私が当たった人は違うんだろうな。他の人見たかったな。エトナイージーさんね。すげえなー。プレデターなんて行くことないんだろうな、ルビカは。え、ちいかわってさ、何？ちいかわってさ、アニメ始まったの最近だよね。なんか、ツイッターで連載されてて、かわいいちっちゃいクマちゃんみたいなやつだよね。ちいかわさ、アニメ見たことないんだよね。目覚ましテレビだっけ？鼻かゆ。うちらはチームよ。忘れないだろ。ちいかわのアニメかわいいよ。ほんと見たい。え、ちょっとこれ終わったら見よう。っていうのと草むしり検定に励んでる。これは栗まんじゅう先輩好き。おいおいおいジャムスジャムス。おレイスさんの名前クラさんやクラちゃんやクラちゃんだと思って戦おう一緒に。なんでいないのに一緒のパーティーみたいな。私クラちゃんだと思って優しく接するわ。クラニーニーと一緒にね。レイスさんよし。てか今日暑くない？真面目な話で。あのいやいやふざけてたことないけどね。ふざけてたことないけどワンパイます。ちょっと真剣にやるわ。真剣にやる。こっちいるから。うん了解了解。あのなんていうの、あの目視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 。あれあれそらしたそらした敵そらした。
ナイスソラシ。今日は暑いよな、なんかさ、そういうのやめてほしくない、なんかごめんマイク叩いちゃった。秋なら秋、暑いはしないみたいな、なんかそれはそれはずるじゃんって思う。風まずい。あ、そうだ、福ちゃんあの日大阪から来てたんだよね、 C4 ラン。すげえやー。まあまあ東京からもなかなかまあまあな距離あったんですけどね、 C4 ラン。おい、バックパック欲しいな。持ってんじゃん、持ってんじゃん。プランクですかね、これちゃんとやりますよだからふざけてないおもろ、確認了解。さあね、私もお小遣い貯めよう。レイスさんエネアも探してたよね。あ、クラちゃんだった、クラちゃん、クラちゃん。クラちゃんっていうのはあのバロラントとかの配信をしてる配信者さんなんだけど、クラちゃんの友達と中なんかだ高校の同級生と私が仲が良くて、で7月とかだっけに沖縄行ったんだけど、その時にそのバーベキューをしに行ったのね私。で友達がなんかその企画した友達が、なんかルビタンはきっと沖縄に友達がいるだろうから友達呼んでいいよって言ってくれたの。私宮古島住んでたからさ。でそれでな、あマジって言って、でなんかそのバーベキューあるからそのクラちゃんも呼べばって言ったのね。それでさ呼んでさ、呼んだんだけどさ、私の方のさその呼べばって私は最初にさ誘った友達がさ、あのコロナにかかって来れなくてさめっちゃおもろかったわ。なんかでさ、なんかクラちゃんとバーベキューしたよみたいな感じでさ配信とかでさ言ってたらさ、あの2人っきりでバーベキューしたと思われててさ、そんなわけなくない私沖縄でさバーベキューをさ2人っきりでしに行った人みたいに思われててさ、おもろうと思って。あったな、そんなことも。よいしょ、にべーにべー、よし、きっとあれにはにべーが入ってるはずだ。てか悠長なことやってるけど、これ近くパーティーたいんよね、ワンパね。あーにべーではなかったですね。結局さ、ちいかわってさ、アニメどこでやってる？アニメどこ会社？あの、フジテレビ？本当に目覚ましテレビかな、ちいかわ。え、待って、箱ないんだけど。え、了解、了解、あ、了解、了解、あ、了解、了解。了解、了解。了解、了解。あ、いた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 。いや、そんなんな。もう味方さんはな、私の何秒も前からの、そこに敵がいる言うとるんよな。私がいた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 盛り上がったってさ。やっほー、やっほー。どなたどなた？あら、チッチさん、こんにちは。いらっしゃい、いらっしゃい。ちょっと今、さ、味方さんにさ、敵がいる、敵がいるってパン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 刺されて、さ、私遅れてきたくせに敵見つけて大興奮してるわ。え、これどうぞ詰めます？これ。これどうします？クラちゃん。ノラさんにあったかもね。目覚ましてる。あ、了解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 。感謝、感謝、感謝。感謝、感謝。
よいしょ。なーに、どういうの、ちいかわ。ちいかわ。でもちいかわもうさ、2、3年いるよね、この世に。どうして、どうして、うーん、どうしてだろうな。No what? This is very cute かわいい bear。 いや、ちっちゃくてかわいいもの。ちかわ。でかきもだっけ、大義語。でかきもだっけ、ちかわの反対。I want to see it! OK! Next time! このマッチ終わったらさ、いいんすかこれ、やっちゃっていいんすか、アゾスアゾスイエーあーもうあーアソアスト兄ちゃん。いいんすかこんな外しちゃって、まさかはい、いいよ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 、当たりよ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 、いやいや待って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 、気合だけ、気合が大事、気合だけ大事大事、気持ちで負けたらもうエペ終わりよ、もうそんなんで、ね、帰りますよね、はい、わかります。おい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 、これはおいおいだよな、これはおいおい、オッケー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 、ソーリーソーリー、もう嫌だ。敵さん、今から遅れてライクラインが走るんで優しくしてください、お願いします。あー、ちょ今からねライクライン走りますね、ちょっと優しめでお願いします。よいしょ、ライクラインどこまで走ったらいいかわからなくなってるんで、ちょっとよろしくお願いします。あっちあっちあっち行こう、あっち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 、あ、ちょ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 、レイスさん、レイスさんごめんね、これクラちゃんごめん。オッケー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 、マジのスケスか、ピヨーン、どこかな、敵さんどこかな、ナイス。こんにちは、はい、こんにちは。あれ、頭痛持ちのおじさん初めてのチャットになってる、どうして、私のこと忘れちゃったの、どうしてだ、アカウント新しくしたの、バグかな、ジュラパ行ったんだ敵、はい、うーん、アフターワンハーフアワーズ、いや、メイビー。おい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 、大丈夫か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 、大丈夫か、どういうこと、どういった感じで、それどういった感じ、ノノ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 ノ、フェイクニュース、フェイクニュース、ちょ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 、そっか、なんか初めてな感じしなかったな、私。ハートポーズまで。あと、あと今日は1時間半やるよ。翻訳と。
1時間半後半やります。I have another hour and half to do it. Yeah. No problem. GG, thank you. Expensive GG, thank you. 高級な GG ありがとう。いやいや、これね、プラチナ帯でね、足止まり、足踏みしてる場合じゃないから、ガンガンいきましょう。まあでもね、だからといってライフラインで無理は良くないよね。かわいい。かわいい。メイドさんだよ。足玉なだお。足玉なちゃん、ほんと綺麗になったね、大人になって。お母さんか。ジワイングリッシュ。Thank you so much.バン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 一番館なんちゃらかんちゃら一番館カン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 一番館。あ、やべえ、このさっきのマッチ終わったらチーカワ見るって、あー忘れちった。反射神経でエーペックスやっちゃった。違うよな、このマッチ終わったらチーカワ見よう、初めてのチーカワ。うん、わかりました。Thank you!、What time is it? 何時なんだろう、ブラジルは。デレレ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 リオデジャネイロ。私がジャンマスっていうのが良くなかった、この何回か。さっき多分違うな、でもな、この2回。でて。サンバルンバリオデジャネイロ、わーお、リアリーベリアリー、いやーアーリーアーリーモーニング、リンリンリン、おーよはよう、ウェイクアップお願い、ちょ待ってちょ待って、リンリンリン、レレレレレレ、ドンキドンキモーニング、はい武器揃った、パーティータイム、いや、え、待って、 It time is party time! Really? トニーちゃん is very funny? ナイスかい、いや24時間さ、おお、24時間って1日やないかい、12時間や、多分だけど、それちょうだいちょうだい、Thank you! ナイスナイス。そっか、私たちって地球の、あれ？ブラジルって地球の裏側じゃない？そっか、ジャパン！ブラジルか、ああ、I know ブラジルの人聞こえますか？よいしょ、あ、はい、はいはいはい、さあさあさあ、今行けます、トニーちゃんズベリーセクシーちゃんよ。どこなんだい。ん？どこだ。どっかで音するぞ。どこだ。二人行けば怖くない。なんもやってねえわ私。かすりもしてないわ今の。降りたね。
ナイスナイスナイスキルナイスキルナイスキル。いやーそこで、あーこれ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 、ナイス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 、感謝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 、あされたー、ナイス2キルナイス、 Thank you ボボロイガルムさん、ほらありがとうございます。おーきょ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 、一回上上がろう、一回上上がろう、一回上上がろうよ。そういう感じじゃない、もうナイスぶち割り。オッケー、ナイス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 、ハローハロー。え、嘘、ごめんごめん、奥さんごめん、奥さんごめん、奥さんごめん、待って、何人のここ、一人下からでやろう。あーよかった、ライトアーム切れた、私も。おお、10キログラム、ビリハードビリハードトレーニング、テンキュー、ナイスナイス。私もホライゾンさんも弾を打ち切りました。危なかったな、あれ。いいね、これ2発潰したってことか。いいですか、これもらって。アサリ早くない、ちょっとルビタン、あまりにもホライゾンさんかわいそうだろ。この人カーなんかな、カーじゃないのか、カービンか。じゃあ、あたしがあげるよ、弾。うん、なんか悪いし。あら、オクタンさん自分の武士あさらなくていいん、あさっちゃうけどな、普通に。感謝感謝。あ、違う、これオクタンさんだったか。あ、ソーリーソーリー、これ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 じゃもらうわ。はい、とても大変です。でちょ、先にさ走って行ったのがさ、ちょっとホライゾンさんかと思ってさ、違う、オクタンさんかと思ってさ、いらないんじゃ、あさっちゃおうって思ってあさったら全然違う人でした。ごめんなさい、本当にすみませんでした。よくわかんないけど、手当たり次第いろんなものを渡してみた、ごめんなさい。アーチョーレコー了解。金アーマー来たら来たいな。来た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 。一人抜けちゃってんだもん。いやー感謝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 。どこだ。いや、オクタンさん今後ろから撃たれてなかった、大丈夫？本当にそこだけね。私はね、あのね、遅れていきすぎだわ、このマッチのこのパーティーたちとの試合。ちょっとね、悠長だね、動きが。うん。ライフラインから。
いい、だから遅れて行ったらいいかなって思ってるけど、まあ、先に死ぬよりかいいのかもしれないけどね。了解了解。なんかやり合ってないですか前。そういいよね、だってライフラインだもん、ね、こっちとらこっちとら美女やぞ。すいません、どこから行きます皆さん。そのね、でもこう気持ちがさ、こうバリバリになっちゃうとさ、すんごい前出たがっちゃうんだよね私。でね、美女だってことにかまけてるのは良くないから、この言葉でマイナス1万点ぐらいだからね。美女だよって、仮に美女としても100点の美女だっつりゃ、そのことマイナス1万点だからいくら可愛くてもね、綺麗でもね、中身がね一番大事だから。人は中身だけはお金かけても変わらないからね、本当に。よいしょ。ここ上がるの怖いんだよな、上で人待ってるじゃんよく。だから一緒に行こう。はい、二段構え。お、ナイスナイス。もうプラスだからね、あとは暴れるだけだねそんなフィジカルあったっけ。まあまあ、あとは暴れるだけっしょこのマッチ。オッケーオッケー、あとは暴れるだけよ。うん、この辺がいいんじゃないの。あとはもう暴れるだけですわ。今日も当たらないロングボでね。バサカモード、バサカモード、バサカモード。こうやってさ、ロングボ当たらないってさ、あなたロングボ当たってないから、なんだっけ、センチネルの方がいいんじゃないのってコメント欄で言われるからな。頑張って当てていかないとな。いやだー、死にたくないよー、死にたくないよー。負けばいい。私マジでジブールと当たるのうまいんだよな。どこ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 。あ、いたわ、見えたわ。やべ、私スナイパーじゃん。まあ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 、いいかいいか。紫はまあ捨てるんじゃなかった。あ、でもロングボウにスカルピアサーってつかなくなったのかないつの話してるかちょっと自分でもわからないけど、ロングボウにスカルピアサーつかなくなったのかな。そういえば残り1分、リングは近い。有識者のトムね、ほら、ありがとうございます。バッタババッ、うーん、ブタバラナスさん、ブタバラナスさん、ほら、ありがとうございます。はじめまして、どうもルビタンです、よろしくお願いします。こんにちは、ほら、ありがとうございます。すいません、英語だと思ってブタバラブタバラが読めませんでした。反省してます。あれ、なんかあそこパーティーの数多いな。
おお。オッケーオッケー、了解了解。そんなに一生懸命やります？ちょっとルンちゃん死にそうかな。ナイスでしょ。後ろから、え、どこですかそれ、どこからですかそれ。ちょっとよくわかんないな。いや見て、ないぐらい。木抜きするぞ、木抜き。もう抜けたね。おけつちゃん、おけつちゃんに目ちったでしょ。木抜き意識しちゃったわ。バロラントやってんのかな、タンルビ。なんか木抜きとか言ってるけど、どこでバロラントの知識を覚えてきたんですかね。ここ詰められてる。オクタン、あれ、え、私何を見た。マジでタンルビのグレーの数舐めない方がいい。これセンチネルか。うん、間違えてる。ああ、ごめん死んだ。ごめん死んだ。これもう詰められて終わりや。いや私のせいだ。完全にやっちまった。完全にやっちまった。やっちまったな、これ。これもガイア、これもチーカワ、チーカワ待機だ、これ。いや、マジでマイバット、マイバットすぎる、マイバットすぎる。これ、誰も許しちゃくれないだろ、こんな死に方。サンキルナイス。ヌローナイフありがとう。いえ、皆さん、こんにちは。いらっしゃいませ。今からね、初めてのチーカワ見るわ、アニメ。あ、じゃあでもずっと見るわけじゃない。ちょっとだけ、ちょっとだけサボらせてほしい。お願いお願いお願い。これですか、固めのプリンホットケーキ。なんかこれ見たことあんな。かわいいじゃん。チーカワタイム、ウサギを。うわあ、1話です今。かわいい。人間だったら100キロ超えてそう。かわいい。これ何、スポンジボブみたいなアニメってことこれ、チーカワ。うん、かわいいじゃない。かわいい、かわいいな。ちいか、かわいいな。
素敵ですね。ちいかわさん、ありがとうございました。癒しをありがとうございました。ちいかわ素敵だね。みんな見てんだ、ちいかわ。やばい、鼻水がやばい。オンタイムなの？オンタイムって何？あ、ちゅう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 、朝目覚ましテレビでやってるらしい、ちいかわ。キャッキャッっていうスタンプが好きなんだよね、私。ちいかわになっちゃうから、私。ちいかわね。ちいかわだったらさ、ちいかわが一番ちいかわだよね。あれ、ちいかわが一番好き。ちくわも好きだな。ちくわのが好きかもな、ちいかわよりも。うん。てか聞いてよ、私。明日も早起き。早起き頑張ります。皆さんも早起き頑張りましょう、毎日。じゃあ8時には起きるね。7時半起きだね、明日は。ナイス？せっかくだからね。沖縄の前にやらなきゃいけないことたち、明日の午前中に終わらせーの。でもさ、私さ、普段7時半になんて起きてないじゃん。ちゅう、ちいかわは白いやつがちいかわだよ。でもあのアニメの総称もちいかわだから難しいよね、なんか。栗まんじゅう先輩。かな、栗まんじゅう先輩は好きだけどね。お酒飲んでカーって言ってるの、とても可愛らしくて。あれ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 、私下手だな着地。おお、みんなが忖度するからみんながどこ行ったらいいか分かんなくなっちゃったね。てか、なんか正直あんまり砂持ちたいわけじゃないんだよな。よいしょっと。あぶねえ、引かれるかと思ったわ。オッケーオッケー、武器庫ね、了解。分かった分かった、武器庫ね、了解。そうだね。分かった。もういや、もう始めちゃってくれ。私は下から入るからよ。これさ、下から入れるの知らなくてバチ切れしてくる人いるよな。マジで怖いよな。全部あっちだ。どこ？あと。タンルビのは、タンルビそれか。嫌だけどな、エネルギーなの。おお、よかったよかった。文句言ってごめんな。果たしてフェニキを巻いている人に注射器を出すのは優しさなのかな。バイーン。あ、どっちどっち。経由しない経由してもいいんじゃないこれ。
経由しない。うろちょろうろちょろ、過剰な回復、わらわら、過剰なね。でも抜擢ってか、あのさ、もうベニキを巻くっていう決意をした人にさ、ヒールドローン出すのは優しさなのかね。役立たねえライフラインだぜ。何発持ってるもん、これすげえ持ってんな、びっくりしちゃった。材料を手に入れたよ。こんにちは。こんにちは。そうなんです、宮ちゃんさん、こんにちは。あ、まあプラチナは いけました、とりあえず。とりあえずねー、逃げる感じねー。了解だよねー、バイーン。私でした。昨日ね、70キル耐久みたいなことをね、一人でやってたんですけど、お、知らない知らない知らない、いつからいつから、私タバコの値段も知らないよ、こんなにタバコ吸ってて。タバコ値上げしたんだ、また頑張って働かなきゃな。また頑張って働かなきゃな。いや、私たちがね、このタバコが値上がりしてね、苦しい思いをしてることでね、タバコ吸わない人の税がね、少しでもね、軽くなったら日本のためになるかなって、私がね、ここで生きてる甲斐もあるってもんだよな。ナイスキル、ナイスキル。何、リボ持ってんじゃん、やるわ。あれ、好きでやってるからね、しかも。なかなかいないよね。好きでやってるからね、それ。いやね、まあ別にその、大きい態度をね、しようとは思ってないけど、なあ、じゃれてんな。ナイスじゃれ合い。まあね、まあ少しでもね、なんか世のため、人のためになってたら、いいなぁとは思うよね。うん。そんな全然ひけらかしてるわけじゃないけどね。はーい、あと任した。はマジか、ここいるじゃん、あいつローなんだよな、けどな、ローだったんだよな、さっきまでは。まあでもしょうがないよね、だっていい匂いではないじゃん。要は子供に悪くないかって言われたらさ、悪いじゃん、しょうがないかなと思うけど。どっから撃たれてんのあれ、そんなに私肩身狭いと思ってないからな。おいえー、えー、しる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 、ごめん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 、黙ってここにいるよな、ライフラインはなって思ってるよね。ありがとう、金ノック助かってる、感謝感謝。ナイスです、ナイスです、ナイスです。これ1だよね、でも高額納税者の人ってなんか肩身狭そうよな、なんかお金持ち、お金持ってるだけって。いやこれさ、タバコ関係なく高額納税者の話なんだけど、そうお金持ってるだけでさ、なんか嫌う人いるじゃん、なんかさ、そうじゃん、いいよねお金持ちはとか言ってくる人とかさ、
あ、そりゃいいだろうな、そりゃいいだろうって思うけど、ね、誰も楽して稼いでないからって思うんだけど、なんかお金持ってるだけでさ、お金持ってる人嫌いみたいなアンチいるからさ、そういう人たちは大変っすよな。あの私みたいなのはね、あの関係ないけど。うん、やだよね。頑張ればいいじゃんって思うけど。まあでもだからといってね、あのなんか普段行かないようななんか居酒屋で飲んでて聞こえてくる話って面白いからねとか言ってるようなやつは、お前みたいなやつがいるからな、そういうこと言われるやでって、いちいちマウント取るようなことを言うのやめって思うけど、そうそう、怖いよね。なんでもあるよね、その自分の知らないところで、自分の知らない人が自分のことをめちゃくちゃ考えて妬んでくれてるっていうの、目立ってごめんなって感じだけど。あ、おかえりおかえり、何買ってきたの？今日は10月2日だから何かな。まあでもそう、金銭的な余裕はでも大事だよね、やっぱり精神的にね。やっぱ精神がお金ないとさ、どうしても安定しない人とかもいるじゃん、私とかそうだけど。だからさ、その、まあ、心を安定させるって意味で、まあこれぐらいあった方がいいよなとか、人によっては多分あるだろうから、すごいいい、いいよね、別に。あったら、別にありゃあるで困ることもないだろうしと思うわ。これ落としとこうかな。あ、やべえ、私が落ちちゃったわ。味方さんにさ、こう落としてあげて、バケツリレー方式で渡そうかなと思って。120分いいね、いいね。私あれよ、あの、八代亜紀がさ、大好きなんだけどさ、この八代亜紀がさ、初めて100円ショップ行った日にさ、え？これも100円？このペンも100円なの？これも100円なの？って、なんか世の中の、その物とか物価とかがよく分かってないがゆえに楽しみすぎて2万円分買い物した話めっちゃ好き。超可愛くない？スリッパとかまで売ってたんだよってテレビで言ってて。そう。マジで八代亜紀かっこいいわ。私もちょっとマジリスペクトしてるからさ、ゆくゆくはね、八代亜紀みたいな品のある綺麗なおばさまになりたい私だからさ、やっぱりそういうとこを尊敬していかないとなと思って。めっちゃ面白いよな、100円ショップで2万円分好きなものを買っていいよって。なんかすげえお腹乗ってる言われてもさ、まあ、もうそうそう買えんやん、普段行ってる人とかだと。おー、もうボセックなんか持ったら負けるから、本当に感謝感謝感謝、ボセック持ったら負けちゃうよな私狙おうとね、思いすぎてね。ね、2万円分。マジ？八代亜紀に近いじゃん、もうそれ。3分の1八代亜紀やん。どういうこと？ 3 分の1八代亜紀だね。ダイヤです。ダイヤに行きたいけど。ペンギンマンモコさん、どうもお久しぶりです、ありがとうございます。すいません、あのちょっと撮ったよね、たまね、今ね見たよ、ちょっと撮ったよね、たま。あれなんですよ、ダイヤなんですけど、まあ時間あればちょっとダイヤから上ね、時間的にマスター無理なんで、ちょ10月ほとんどゲームできないんで、まあでもまあちょダイヤでかまけることなくね、あのいけるだけあげれるようにモチベーションを保ちつつちょっと頑張りたいなと。4代秋、いや、ヤシロじゃなくてね、ヨシロ秋ぐらい行ってるってこと。おいおいおい、キャンさん、それ半分や。ね、頑張りたいね、ダイヤ行きたいね。ちょっとプレイ時間少なくてダイヤに行った試しがないんで、ちょっとプレイ時間がなかなかどうかなって感じなんですけど、まあもうダイヤ目指してます、もちろん。でもさ、もうさ、ダイヤ目指すの飽きたっしょ、みんなも。みんな目指してないけどね。ノーニューの吉野秋です。私はまだ1白秋ぐらいかな。なんなんその単位、
タイがさ、白飽きないよ。あーやばい、トイレも行きたいし、お腹も空いた。どうしよう、忙しい。雨雨ふれふれもっとふれ、私のいい人連れてこい。雨雨ふれふれもっとふれ。かっこいいよなー、長とさ。なんでよ、どそんなに笑っちゃうようなこと。キャンさん座布団あげちゃおうか。なんかさ、そのヤシロアキのさ、オッケーオッケーオッケー、あれがすごい良くて、あのキンキキッズのブンブブーンっていう番組あるんだけどさ、それで八代亜紀がね、流しをやってみたいと。でさ、新宿のさ、三丁目のあのゴールデン街でさ、キンキキッズと一緒にさ、流しをさせてくださいって言って八代亜紀が入ってくの、めっちゃ良かったよ、あれ。早く出てこねえかな。うん、流しの人。かっこいいよね、マジシャンとかも。さ、沖縄ってさ、みんな知ってるか知らんけどさ、バーとかで飲んでるじゃん、アフターバーとかで。そうするとさ、あのこういうさ、なんか駅弁売ってる人みたいな感じでさ、こうやって入ってくる人がいるのね。でそれで、あ、買いまーすって言うとね、あのおかず買えるんだよ、つまみでさ。私さ、宮古島の時にさ、それを知ってたからさ、お弁当屋さんが売りに来てくれるの、お惣菜屋さんみたいな、おつまみか買わせに。でそれでさ、なんかさ、友達と飲んでた時にさ、あ、すいませんって言って、あのこれじゃ2000円分ぐらいでなんかつまめるもん買いたいですみたいな感じで、あ、どうぞって、2000とかこれとこれとかかなみたいな感じでさ、やってくれるんよね。それでなんか買った。ルビタなんで知ってんのって言われたから、私宮古島に住んでたから何でも知ってるよって。安い、あ、全然十分なぐらいじゃないかな。そんなこだわってこの人たち、バルキリーさんでさ、先からやられたらどうすんの。まあ、そんなこと言ってもしょうがないか、やるか。意識上げてくれ。まあ、奥さんにいるから大丈夫か。ホライソンがさ、敵と位置近すぎてさ、いや、そりゃそうなるんだってば。言わんこっちゃねえよ。さあ、エアコン効かななるで。いやー、絶対あの位置を押し切るのはきついよねー。総理、お願いください。ブジーさん、ほら、ありがとうございます。マイナスではないと信じたいけどな。4位ぐらいでしょ。4位はマイナスか、プラチナは。切りこないもんな。お、27プラス、ナイス。ナイファイナイファイ。ちょっとお腹すいちゃった、のもあるんですけど、ちょっとその前に一回ちょっとお花摘んできます。
ブラブラブラブ。今日のおやつはねチョコパイじゃない。チョコパイはねもう食べ終わっちゃったんだよね。おきりタディマ、タディマタディマ。おかおか。あれあと、そっか40分もないな今日配信。あと一戦だなランク。今日6時夕飯確定だからさ。まあ、でも夕飯の前にねちょっとお腹鳴りすぎて配信で。何ここらめっちゃ暑いんだけど、ここどうした？何がそんな暑いんだここ。なんかこのさ食べられません、しけないですよみたいなやつ、めっちゃカイロカイロみたいな暑さになってんだけどね。え This is レモンケーキ。ソーリーなるな、ソーリー。ダイエットしてんだもんね。うまい、うまい、中華の味がする。おいしそう。うん、おいしい。ごめんよ、ケイ。レモンケーキ。あのね今日はね、配信が終わって夕飯食べたらあれないよね、あのファンティアでさ毎月さ月頭にチキ売ってるんだけど、販売開始するんだけど、そのチキのこととかやってファンティア更新して、私の心破壊で傷ついた。わお、テッケアー、Don't mind。 痩せたらいっぱい食べよう。オーバーキル。